大樹時代にある松平八代墓の信仰の墓11月、松平の光は室町時代中期から戦国時代にかけての武将。三河国松平氏三内当主。岩津松平家の祖。信仰は、長野九文、藁屋江戸期の系古いは二大当主、松平安地下の子とされるが、松平氏由書書では、初代当主、松平地下志子の子であるとする。聖母は、 鴨モ氏の系統の松平信重の娘とする。妻は一式氏の娘。松平氏投主として、系譜の資料で実在が確認できるのは信仰からで、ある。信仰以前の系譜は、確証が乏しいため、松平氏木工の事情は未検証である。信仰は、三河の土豪勝飛館で、岩津城を拠点とする、岩津松平家の祖となり、応仁の乱頃には、 室町幕府の万所執事伊勢貞地下に仕えたと言われる。長六二年、駿河国主後、今川市の分家関口市の関口光鶴の岩略寺城を攻め、落城後に十一難のお族を城主として入れた。以降は、岩略寺城に近く万京の弟、長沢直行の居城だった北側の長沢城を居城と定めたため、氏族は長沢松平氏とも言われ。 以降の岩略城は、長沢山次郎とも呼ばれている。干渉元年には、安久城の山下正左門を滅ぼす。干渉六年五月、三河守護、細川茂行の養成により、定地下の悲観として、室町幕府八大将軍、足利義政の命により、ぬかた軍一揆を鎮定している。その恩賞として、一揆勢が有していた、不幸図などの書領を、 幕府から与えられた。信仰は、同じく、伊勢氏の悲観であり、東三河の有力武将である、戸田宗光に娘を嫁がせたほか、応仁の乱では東軍に属して、三河守護、細川茂之と共に、三河復権を狙う一色氏を破った。また、西軍法である畠山市一門の畠山家が、守るが夜、安城城を奇襲しこれを奪い、伊尾松平三重を、 岡崎城主、西郷頼ぐの娘婿とし、岡崎城も勢力家とした。戦国時代に入ると安城に進出するなど、西三河を中心に勢力基盤を広げ、戦国大名としての松平氏の基礎を築き上げた。町名で子も多く、徳川三木、長野旧わ藁によると48人の子供がいたという。自身の子を分立させ、竹谷松平家、 安城松平や、片野原松平家、岡崎松平家、五井松平家、野海松平家、丸根松平家、牧内松平家、長沢松平家が各地に置かれた。滝村一万勝寺や岩津の文明寺、岩津明神寺などを建立し、岩津城で逝居した。逝居により家徳は三男の地方だが継いだ。信仰の聖没年については、遺説、諸説がある。 欧永20年、長京2年7月22日、去年76節欧永11年、長京2年7月22日、去年85節欧永8年、長京3年7月23日、去年89節などであるが、はっきりした確証がなく、特定できない。ただし、分岐万年12月26日の、 大樹寺本業式帝につき道の楽器が22日であると記されているので22日であることは確実である。なお、長野旧文、わらが引用する資料では、本田志蔵後経図を除き、すべて、長京2年7月22日卒と記している。ありがとうございます。